ここは空に一番近い場所。氷に閉ざされた何もない寂しい世界。雪山一族だけがここで天上に住まう神を奉仕している。聖なる炎から生まれた私は神に仕え、そしてここを守るのが務め。心が乱れて己を律するのだ。聖女様、務めを忘れた鈴彦姫。でも吹雪は止まない。神もこれだ。この壇上に本当のものなんて一つもない。私は聖女だから、自分の感情をずっと抑えて、御神下に焼かれる痛みにも耐えてきた。結局このありさまだ。ならばいっそのこと心を捨てて暴れまくって、炎に心を委ねてしまいたい。心が灰になれば、私を縛れるものはきっとなくなる。大司祭、雪はいつ止むの？この道が炎に照らされた暁に雪は止むである。